高賀三郎。といっても二昔も前に建てられて近頃ではあまり人が住んだらしくない古めかしい家の中から一人の百姓女がマリのように飛び出してきた。 旦那様が落ちんでるなこれが夏なら街路にはもう人の行き来もあろうしこんな叫び声が聞こえたらあそこここの別荘からたちまち大勢の人が飛んでこようが今は季節外れの12月で事にこの別荘地帯は茅ヶ崎でも早く開けた方で古びた家が広々と庭を取ってポツンポツンと並んでいる上にどれもこれもそろって空き家と来ているので。 誰一人大ずるものはない。百姓女の叫び声はいたずらにシーとした朝の空気にこだまするばかりである「た大変だおオバマの旦那がおっちんでるな!」百姓女が駆け出しながら二度目にこう叫んだ時向こうの垣根の端にひょっこり百姓男が現れた。 お得でねえかど、どうしただアチさん。百姓女はほっとしたように息をついて。お、オバマの旦那が死んでるだよ。はてねえ。アチと呼ばれた百姓男はきょとんとして。オバマの旦那はもうだいぶ前におっち,ちんだでねえか。 違うだよおとくはもどかしそうにてをふってしんだだんなのあととりのひとだよおーおいっこだかあんでもそんなひとがあとさついだときいたっけがあとをとってからいちどもこのべっそうさきたことがねえだどんなひとだかだれしるものもねえだがそのひとがねきのうのあさみえただよ 不意にかよ。んにゃ、前触れがあってね。掃除さしといてくれちゅうから、おちゃんとしといただ。一人で来たのかよ。うん。顔のはええけえ人でな。年の頃はやっと三十くらいだんべ。ちょっくら様子のいい人だよ。それでお前、おっぽれたちゅうのかい。 この人はバカ濃くでねえ。オラの年で母、はあ、掘れるの何のちゅうことがあるもんけ。あはは、おころでねえ。それからどうしただねえ。昼間は家ん中や庭さあ歩きまおって何するでなしにそわそわしてたっけが。夕方になって、オラ頼まれたとおり夢さこしらえて持っていくと、どこにもいねえだ。いねえ どうしただねわからねえだよ。とにかく、どのくらい探してもいねえだ。どこかへ行っちまっただよ。だけども、うおかしいでねえか。名刺さ、頼んでおいてよ。オラもおかしいと思っただが、いねえものはいねえさ。断りなしにケールとは変な人だと、ちっとばかり腹せたっただよ。だけどよ。 不用心だと思って、シマリさちゃんとして引き上げたな。ところが八さ、ハさ、サん今の先の別荘の前さ通ると、裏口が開いているでねえかよ。おら、不審に思って庭さへってみると、雨戸が一枚こじ開けてあるだ。おら、大きな声で呼ばっただ。何の返事もねえだ。コアゴは中さへってみると、 旦那さーが書斎の遠い椅子に腰さかけて眠っているでねえか。あれまあ、こんなところでうたた寝さして風邪ひくでねえかとさばさよると、おら、もう少しで腰さ抜かすところだっただ。旦那さんは、眠ったようにっちんでるだ。そいつはことだ。すぐにお医者さー呼ばなくちゃならねえだ。 ほら、町まで一足にしてくべ。あちさ、頼むからそうしてくだせ。ほら、この辺りで待ってるだ。ほら、一人であの家へ行くのは、おっかなくてとてもできねえだよ。男は今更のように、身震いしながら言った。僕はいきている。こら、どうすることもできない。 すっかり事切れている八太郎の急砲で飛んできた町の寺本医師は死体を一目見ていったそれから目をひっくり返してみたり聴診器を当てたり綿密に調べてから「教科症だ若いのにかわいそうにだいぶ前から心臓が悪かったらしいな昨日初めて会いましただが」 男は言った。青い顔さしていましただ。だが、こんなことになるなんて夢にも考えもしねえだっただ。とにかく、遺族の人に知らせなくちゃならんが、縮小はどこかな二三日前に手紙さもらいましただから、それにかかっているべい。一旦家に帰った男は手紙を持ってやってきた。 寺医師はそれを取り上げて、東京市淀橋区柏木緑荘アパート小浜新蔵ああアパートなんかによるところを見るとまだ一人者らしいなたとえ自分の持ち家にもせよ締まりを破って入ってたった一人で死んでるということになると一応駐在所に知らせた方がいいな 寺本医師の指図でお徳は駐在所へ走って長井巡査を呼んできたうんうんお徳から司祭を聞いて長井巡査はひどく感嘆しながら23日前に昨日来るという手紙をよこしてお前さんがちゃんと掃除して待ってると約束通りやってきたんだねそして昼のうちはブラブラしていて 夕方お前さんが頼まれた通り飯を運んでいくとどこへ行ったのかおらなかったんだね。そしていつ帰ったか戸締まりを破って入って同一に持たれたまま狭心症で死んでいった。うん。ともう一度かんして。よしすぐ行く。 おっとり刀で駆けつけた長井巡査は寺本医師を見ると丁寧に礼をして先生病死に違いありませんかね狭心症に間違いありませんよいつ頃ですかな死んだのはさようさ今の様子が死後10時間ないし1445時間というところですから死んだのは 夕べの八時から十二時の間でしょうか。八時から十二時。と、巡査は手帳につけながら。その間にここへ帰ってきたわけですな。帰ってすぐ死んだとするとそのとおりですな。なるほど。と、手帳を訂正しながら。 帰ってきたのはその前かもしれませんな。しかし帰ってきたのが12時以後ということはありえないわけですか。まあそういうことです。他殺でもなくただの病死だとすると問題はないわけですが念のために署の方へ報告しておきましょう。長井巡査は手帳を閉じてポケットに入れるとさっさと歩いて行った。 寺本医師も帰り自宅をしながらお得にこの人はおじさんから別荘を譲られてから昨日初めてここへ来たんだねそうでございますだ。千の旦那が亡くなられますとすぐ手紙が参りましてわしは亡くなった人の甥いっ子だが別荘さえ譲り受けることになっただから命名通り管理していってくんろって言ってきましただそれから ああ、もう2年にもなりましたが来たのは昨日さ初めてでございますだ初めて別荘に来てすぐ死ぬとは気の毒な人だね全くでございますだ男がそう言って相づちを打った時にお徳の亭主の竹谷義作が紙切れのようなものを手にして頭をふりふりやってきた何ともわけがわからぬという顔つきだった 彼はお得を見るとくよおらまるで狐につままれたようだよそう言って手にした紙切れを出したがそれは電報だったどうしただかよおとくは何か怖いものでも取るようにおずおずと電報を受け取ったがすぐ大きな声を出したうわここれは あんちゅうことだ寺本医師が電報をのぞき込むと何の間違いかオバマ心臓は生きているよく調べこううん寺本医師はうなったじゃあこの死んでいる男はオバマ心臓じゃないのだなほら いよいよ警察の仕事になってきたわい飛び色の洋服所轄警察署からオバマ心臓宛てに「すぐおいでこう」という電報が打たれた午後2時過ぎにオバマ心臓はやってきた色の青白い三十そこそこの華奢な青年だった 一旦警察署に出頭した心臓は司法主任以下に連れられて現場の別荘に着いたが男は心臓を見ると率倒するほど驚きながら叫んだあれもう旦那様ああお徳さん心臓は馴れ馴れしく言った昨日はどうも失敬したよ夕方に急に思い出したことがあったので 黙っっっててて。東京へ帰ってしまって司法主任の榎戸警部は心臓に向かって意外というふうにじゃああなたは昨日ここへいらしたのですねええ今度は心臓の方で不審そうにお徳さんからお聞きにならなかったのですか聞きまししした。しかしその人間が、 死んだ人間と同じ人間だと思っていましたのでご冗談です僕は死にやしませんこうやって生きていますようんさすがの警部も狐につままれたような顔をしながらとにかく死体を見てください心臓は死体を一目見ると叫んだああ炊く人だ ご存知の方ですか司法主任は反問した。ええ、知ってますとも、いとこです。もしかしたらそうじゃないかと思っていたんですが。ああ、たくひとくん、かわいそうに。こんな、こんなありさまで死ぬとは。うん、いとこですか。 えのきど警部は心臓と死者とを見比べながら実によく似ているいとことは言いながら実によく似ていますなしかしこの人はどういうわけでこんなところへ来たのでしょうかそれについては心当たりがあります実は僕は拓仁君と昨日ここで会う約束があったのですもっともそれは僕の方から言い出したのではなく 拓人くんの方で死宮に秘密で会いたいと言ってきたので、秘密のようならここがいいだろうと言ってやりました。拓人くんは折り返して、では金曜日の午後、つまり昨日の午後ですね。別荘の方に行くからという手紙が来ました。と、心臓はポケットを探ってくちゃくちゃになった手紙を取り出して、これです。 この通り、金曜日の午後行くと書いてありましょう。それで僕は管理人の竹谷さんのところに手紙を書いて、別荘を掃除しておいてもらって、昨日朝からやってきたんですが、卓仁くんは午後になっても姿を見せず、僕は元来気短で、待たされるのは何よりも苦痛なんですが、一生懸命に辛抱して夕方までいました。しかし、夕方にはもうたまらなくなって、 大体向こうから会いたいと言っておきながら約束を守らないとは人を馬鹿にするにも程がある。と腹が立ってむしゃくしゃしてとうとうお徳さんにも断らずここを飛び出して東京へ帰ってしまったのです。なるほど。その後で拓人君は来たわけですか警部は頷きながらその秘密の要件というのはどういうことでしょうか おさし使えなくば多分金のことだろうと思います拓仁くんはちょいちょい金の相談を持ちかけましたので大方何かいい事業があるから投資しろとかなんとかいうことでしょうなるほどではあなたはこれまでに拓仁くんの勧めで時々投資なすったというわけですかい,いえ 心臓はとんでもないというふうに首を振ってたと帽子の中に畳み込みの傘を入れておいていざ雨という時にボタンを一つ押すとパッと広がるという発明だとか靴の下に車をつけて背中に乾電池をしょって小さいモーターで回す発明だとかそうかと思うと海の水から金をとるとか。 日本中の猫を買い占めるとか。何のために猫を買い占めるんですかそうすると、三味線ができなくなって洋楽が盛んになるというんです。拓人くんは洋楽が好きなもんですから。ああ、どうも変わっていますな。ええー、変わっていますとも。そうかと思うと、 アメリカから女サーカスを招聘して人儲けするんだから資金を貸せだの。困ってる劇団があるから金を出してやれだの。この頃はひどくレンジュに凝りましてね。レンジュああ、五目並べのことですか。五目並べなんて言うものなら、拓人君は目に角を立てて怒りますよ。五目並べなんて言ったのは昔の話で。 今では高木名人考案の縦横15線の新レンジ版ができて段位も段差のハンディキャップも確立するし国技として外国に紹介するには最もいい競技で国際親善のために大いに発展させるべきものだと言いましてねその連盟とかに金を出せと言うんです昨日の用というのもそれじゃないかと思っていました どうして約束通り来なかったのでしょうたくひと君はね、何か途中でひょいと思いつくと約束も何もない。すぐそっちの方に行ってしまいますのでね。そうかと思うと、急に思い立つと夜中でも何でもどんどん押しかけてきます。そんな男なんです。なるほど。なかなか変わってますな。一種の天才ですな。もっとも、 天才は狂人と隣り合わせだと言いますがそれで何ですか心臓は弱かったのですかこのごろは推しの強いことを心臓が強いと言いますね心臓はニヤリと笑ってその意味では拓人くんは心臓の強さは一流ですが本当の心臓はとても弱かったんです 僕はいつ心臓が止まって死ぬかしれんといつも言っていましたそうでしたか警部はちょっと考えてでは何ですな卓仁君は何か他のことを考えてあなたとの約束を忘れていたところ夜になって急に思い出してここへやってきたというわけですかええあいつのことだから もう矢も盾もたまらなくなってここへ来ると戸締まりがしてあるのもかまわず叩き破って入ったんでしょうその途端に狂心症を起こしたんですなかわいそうにそう言って心臓は悲痛な表情をして卓人の死体を眺めただがよく似ていますな警部は簡単したように言った ええ。心臓は頷いて。よく間違われました。母同士が姉妹でして。だから拓ヒト君はオバマではなく北田というんです。僕とはいとこの関係がありますが、死んだオバマのおじとは全然血のつながりがなく、従っておじの財産はそっくり僕が継いだんです。ところが、 僕は全くのひとりぼっちで全然経類がありませんから今のところ僕の相続人は拓人くんで僕が死ねば僕の財産はそっくり拓人くんのものになるんですが先に死んでしまってオラはと男が口を出したここによっちんでいる人が昨日昼来た人だとばかり思っていただよ 並べて比べてみると違ったところがあるんだがね。心臓はおとくに言った。初めての人ではそう思うのも無理はないよ。だがおとくさん、洋服が違ってやしないかどうだね。僕の洋服に覚えがないかね。おとくはじっと心臓の洋服を見つめていたが。そうだ思い出しただよ 確かに旦那様に違いねえだ。昨日の昼ござらしたのはおめえ様だよ。確かに今着てござらっしゃる飛び色の洋服だよ。そういえばそこに死んでござらっしゃる人の洋服は青いだ。オラはあんだ洋服にさ気付つかなかったべい。そりゃ君、誰だってこんなところに人の死んでるのを見たらそこまでは気がつかんさ。無理もないよ。 全くオラオバマの旦那がおッちんデるだと思っただよいやどうも警部は軽く頭を下げてもう警察の問題ではありませんではどうぞ後片付けをお願いいたしますやがて警察の一行は引き上げていった二人の足取り 警察署へ帰ると榎戸警部は一行のうちに混じっていた望月刑事を呼んだ今日の事件は大体において怪しむべき点はないようだあのオバマ心臓という青年の説明したところによると死んでいた北田拓人という青年はとっぴな性格の持ち主らしく夜中に友達の家に押しかけて戸締まりを破って入るなどということを平気でやる男らしい。 死因も全く病気ということだしこれ以上つつく必要もないと思うがなお君念のため昨日と今日の心臓とたく人の足取りを洗ってみてくれたまえ当の心臓にはもう何事もないように言って安心を与えておいたから仕事はやりいいだろうと思う望月刑事は命を受けてまず第一に茅ヶ崎の駅に出かけた夏ならばとにかく 12月という月では乗降客も少ないので駅員が覚えてはいないかと思ったのだった果たして駅員は覚えていた昨日の朝10時33分着の下り列車で飛び色の服を着た心臓らしい青年が下車したそれから同日の午後6時3分発上り列車の発車間際にやはり飛び色の服を着た心臓らしい青年が駆けつけてきてあたふたと乗り込んだ なんだかひどく不機嫌で切符売り場でちょっと駅員と言い合ったりしたということであるそれから今日の午後2時9分で同じ服装をした青年が下車したとこれだけのことで昨日以来のオバマ晋三の足取りははっきりしたところが青色の服を着た北田く人のことはさっぱりわからなかった午後6時までは 確実に彼は別荘に来なかったから6時以後終列車までに来なければならないはずである午後6時6分着から午前0時34分着まで合計9本の列車があるがどの列車からも炊く人らしい青年は下車しなかったもしかしたら乗り越すとかまたは熱海にでも行って引き返してくるということもあるから上り列車についても調べてみたが。 やははりり全然手がかりはなかなった飛び色服の心臓のことについては駅員がよく覚えていて同じような青色服の青年を見過ごすとは考えられないそうすると炊人は記者で来たのではないということになる記者でなければ自動車である望月刑事はさらに藤沢平塚間のバスについて調べてみた 冬季で回数も少なく定員が少ない上に乗客は定員以下であるから車掌はほとんど乗客を暗記しているところが拓人らしい青年は乗っていなかった拓人が茅ヶ崎の別荘にやってきた唯一の乗り物はハイヤーである望月刑事は首をひねりながらその日の夕刻東京に着いたまず第1に尋ねたのは オバマ心臓のいるアパート緑荘である緑荘は鉄筋コンクリートの高層なアパートだった心臓は茅ヶ崎にいて留守なのは分かりきっているが彼は心臓の友人と称してアパートの管理人に聞いたオバマさんいますか管理人は首を振ってースですよ茅ヶ崎の別荘へ行きましたえ 望月刑事はわざと驚いてオバマさん別荘を持ってるのかオバマさんはどうしてなかなか金持ちなんですよ2年前におじさんの遺産をもらってね何でも何十万ということですよ何十万そいつは初耳だそんな金持ちのくせにアパートに一人住居しているんですか 変わってますからね。エンジン病って言うんだそうで交際が嫌いでね。ここにいてもほとんど訪ねてくる人はありませんよ。あなたはどなたですか望月と言います。つい近頃お知り合いになったのでして。茅ヶ崎へは何の用で行かれたんですかそれがね、おかしいんですよ。今朝茅ヶ崎の別荘の管理人から、 オバマ心臓死んだ遺族に通知頼むってね私宛てに電報が来たんですへえー、どういうことですかそれはちょうどオバマさんがいましたからその電報を見せるとカンカンに怒ってね誰かのいたずらだと言ってすぐ返電を打ちましたが折り返し警察からすぐ来てもらいたいという電報が来ましたのでブツブツ言いながら行かれました どうしたというわけでしょうね。何かの間違いに決まってますが。当人はピンピンしているんだから。おかしいですな。まったく変なんですよ。昨日は一日、茅ヶ崎の別荘で待ちぼけを食わされたと言いますから。昨日も茅ヶ崎へ行かれたんですかええー、誰かがね、 茅ヶ崎の別荘で会いたいというので朝から出かけたんですよ。ところが夕方まで待ってもやってこないというので、オバマさんはプンプンしながら帰ってきました。何時頃お帰りでしたかさあ、9時半か10時頃でしたろう。心臓は昨日午後6時3分茅ヶ崎発初の汽車で東京に向かってるから、 まっすぐに帰れば8時過ぎにはアパートに着くはずである途中で食事か何かのために寄り道をしていたのだろう望月刑事はそう思いながらその「あわれる」という方はどなたでしょうか知りませんね管理人はじろりと刑事を見て大方いとこだという人だろうと思いますが私には分かりませんよ 昨夕の10時ごろ帰ってきてそれからずっと今朝までおられたのですねえずっとおられましたよ管理人はそう言ってもう一度じろりと刑事の顔を見た刑事は今後の捜査上身分を知られない方がいいのでいいかげんに切り上げた「どうもお邪魔しました」何「何別に用はないんです」「また来ます」 宅人という男北田拓人の住居は鎌田区内のジメジメした定地にあった拓人も独り者なので長辻英吉という家に同居していた近所で聞いてみると長辻というのは円卓の運転手らしい望月刑事がここへ訪ねたのはひもをもうとっぷりくれた頃だった 栄吉は稼ぎに出ていていまだ帰らず三十そこそこと思われるこっそうな顔をした女房が留守番をしていたここでは望月刑事は身分を隠さず肩書き付きの名刺を出した女将は亭主の栄吉がまい交通事故かなんかで警察の呼び出しを食ってると見えて刑事としても格別そう驚かなかったが茅ヶ崎署から来たのだと気付くと 突然目の色を変えて叫んだ拓仁さんが死んだってなどうしたんでしょうかさっき心臓さんからお知らせがあったんですけれどもタクが出ているもんでどうしようもないんですよ狭心症だね刑事は静かに言った心臓さんの別荘で死んでいたんですが何ですか普段から心臓が弱かったですか それがねまるでうそみたいなんですよ顔色は青白くって病人くさいところはありましたがとても元気な人でおしが強くてつまり心臓が強いんでしょところが本当の心臓はいつ止まってしまうかわからないんですってまさかと思っていましたが本当に止まってしまったんですよね じゃあ昨日茅ヶ崎へ行ったことはお家じゃ知らなかったんですねところがねあなた拓一さんは昨夕7時頃にひょっこり帰ってきましてね腹が減った「飯だ」「飯にしてくれ」という騒ぎなんでしょう私は淡くって支度したんですよするとご飯の途中で突然「しまった」と大きな声を出すんです 私はびっくりしてどうしたんですって聞くと心臓と茅ヶ崎の別荘で会う約束がしてあったんだすっかり忘れてしまったと言うんです約束しといちゃあ忘れるのは毎度のことですからそう騒がなくてもいいでしょうと言うといや他のことと違って相手は心臓だそれに今度は どうしても奴に金を出させなければならないのだから奴を怒らしては困るんだすぐこれから行くって言うんですまさか今頃まで待っちゃいないでしょうと言ったんですがいや心臓はああいうやつだから今夜中は待ってるに違いないよし帰ってしまったとしても とにかく僕は約束を破らないで別荘まで行ったということを見せておかないと後が困るどうあっても行くって頑張るんですそれまではまあいいんですが今度はうちの自動車に乗せていけと言って聞かないんです「汽車で行きなさい」と言ったら汽車なんかのろくさくってダメだってねなに よく聞いてみりゃ汽車賃がないんですようちも拓人さんにちょくちょく借りられて弱っていますので汽車賃を用立てるのは嫌だしと言って商売物の車に乗せるのも嫌だったんですが拓人さんと来ると口がうまいんですからね今度は必ず成功する心臓からまとまった金が取り出せるからその時にはうんとお礼をする この機会を逃して後で後悔したって僕は知らんよ。なんて、拝んだり脅したりして、とうとう卓をしぶしぶ承知させたんです。そうか。やっぱりタ人は自動車で来たんだな。これで足取りがはっきりした。と、もちづき刑事は思いながら。自動車で出かけたのは何時頃でしたか そうですね。9時頃でしたろうか。何でも向こうへ着いたのが11時過ぎとか言っていましたっけ。こちらのご主人はすぐ引き返したんですね。ええ、ところがね、向こうへ行って、拓人さんがまたただ怒れましてね。女将はしようがないという風うに顔をしかめながら、 茅ヶ崎の駅近くに来ると卓仁さんは「ここでいいあとは歩く」と言うんですってどうせ来たついでだしもう少しのことだから家まで送ろうというといやひょっと心臓が待ってると自動車の音がわかるし自動車に乗ってきたなんてことがわかるとやつの機嫌を損じるから汽車で来たつもりでここから歩くって聞かないんですって。 そこで拓は別荘の大分手前で車を停めて拓人さんを降ろしてそのまま引き返してきたんです拓人さんはその時は別に胸が苦しいような様子だったとは聞かなかったのですがこれで全ては明瞭になったもうこれ以上は聞くべきこともないと思ったので刑事は腰を上げたどうもお邪魔しました タクが帰り次第お手伝いに参りますからって心臓さんによろしくおっしゃってくださいしゃべりつかれたか女将はほっとしたように言った夜店の連中なるほどそれじゃあ問題にならんね望月刑事の報告を聞いた榎の木ロの警部は 煙草の灰を叩き落としながら言ったええどうも犯罪はないらしいですよ拓人の死因が病死だとするとね念のため再検視をしたが全く狭心症のためと判明しただから殺人事件では絶対にないそれにこれが逆に心臓が死んだのだとすると拓人が財産を相続することになって多少の疑惑を生ずるが 人が死何だ,だろう炊く人の遺産なんてものはないんだろう遺産どころか借金が残っていますよ遺恨か何かなら知らず金のために炊く人を殺すものはないでしょう第一病死じゃ問題にならんしかし炊く人は何だって人のいない別荘へ戸締まりを破って入ったんだろうね そこがちょっと不審に思われるんですが、何しろ炊人という男は、人のものと自分のものを区別しないというような男で、何事も行き当たりばったり、気分の動くままにやるという人間ですから、他人といっても心臓の別荘ですし、締まりくらい破って入るのは平気だろうと思います。それに考えてみれば、奴は帰りの汽車賃がないんだから、 心臓のいるいないにかかわらずあそこへ泊まるよりなかったでしょう翌日は心臓なり長辻なりへ電報を打って金を送らせるつもりだったのでしょう自動車で長距離を揺られてそれから若干歩いた上に戸締まりを破ったり過激な運動をしたものだから持病の心臓で参ったというわけかそうでしょうね とにかく心臓の言うこととアパートの管理人や長辻の女将の言うことがぴったり合いますからえっと心臓は金曜日の朝茅ヶ崎へ行くと言ってアパートを出たんだねその目的ははっきりしないが別荘でいとこの炊人に会うためらしいと管理人は言うんだねそれからその夜9時から10時の間に 心臓は待ちぼうけを食わされたと言ってプンプン怒りながらアパートに帰ってきた一方卓人は当日朝から出かけて夕方帰ってきて急に心臓との約束を思い出して長辻に無理やりに自動車に乗せてもらって茅ヶ崎に向かった心臓らしい青年が3度茅ヶ崎駅から上降したのは確実で一方 たくひらしき青年は一回も上行しておらん。怪しい点は一つもないな。ただ一つわからない点は、心臓が八時ごろ東京に着いてアパートに帰るまで何をしていたかという点ですが、そいつは別に大した問題でもあるまい。心臓に聞けばいいだろうし、別に聞くにも及ぶまいて。と、こういうわけで、 この事件はそのままになってしまったそれから4ヶ月ほどたって急にポカポカと暖かくなった春の酔い。望月刑事は別の事件で上京して渋谷の道玄坂の通りを歩いていたふと見ると例の大きな番号を置いたレンジ屋を取り巻いて大勢の見物が群がっている望月刑事は何気なくそこを通り過ぎようとして 見物の中に一人の男を発見して急に立ち止まったぞろりとした着流しで帯の間に両手を挟んでニヤリニヤリしながら盤に見入っているのは疑いもなくオバマ・心臓だった刑事はちょっと声をかけようかと思ったが相手が迷惑するといけないと思ってやめてその代わりに心臓とバン頭を見比べながら様子を眺めていた 大きな碁盤には例の通り黒と白の木で作った石の代わりのものが230並んでいる黒はどこへ打ってもすぐ資産家志士ができて勝てそうだところが白にうまい手があって先に碁ができて止まるようになっている二手目に黒の勝ちにならなければ30銭なり50銭なり出して薄っぺらな56銭にも値しないようなパンフレットを買わなければならないのだ 連中屋はうるさいほどしゃべりながらしきりに客に誘導するみるみる23人の人が手を出して必勝だと確信していたのがみんな外れて意外な顔をしながら金を払った刑事は世の中は広いものだよくこんな軽率の人の種の尽きないものだと思いながらもう興味がなくなったのでそこを離れようとすると心臓が声を出した ひとつやってみようか、ええ、どうぞ連中屋はカモが来たとばかり手にした木製の黒石を心臓に渡したパチリ心臓の打ったところは急所らしかった連中屋はうむとうなってじっと盤面を見つめたがパチリと白を下ろしたパチリ二つ目の黒石で 見事に死死ができた。旦那大した腕ですなあ連中屋は十面を作りながら心臓を称賛した心臓は得意そうににやりと笑ってそのまま列を離れてさっさと行こうとしたとこの時にとっさに望月刑事の頭にひらめいたものがあった刑事は自分の考えにぎょっとしながら 足早に心臓を追って後ろから。北田さん拓弘さんと呼んだ。心臓はぎょっとして振り返ったが、じろりと刑事の顔を見ると、そのまま行こうとした。もし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 北田さんと、刑事は追いすがった。人違いだ 心臓はそう言ってどんどん行こうとする。待ってください待てと言ったら、待たないか刑事のきっとした声に思わず立ち止まった心臓の耳に、餅月刑事は小声で言った。心臓だなんて誤魔化してもダメだぞ。お前は北田拓人だ。一緒に来い。指紋を取って調べるから。と、 心臓はみるみる額に油汗を流してふらふらと刑事の肩にもたれかかった3つの理由死んだのはやっぱり心臓だったんですよ望月刑事は司法主任の榎戸警部にやや得意そうに話していた。 警部は簡単したように一杯食わされていたのかしかし君はよく発見したね偶然全く偶然でした渋谷の道玄坂でふと心臓を見かけたのですがやつが難しいレンジの問題をわけなく解いていたのでハッと気がついたのです何しろ心臓という男は人嫌いの変わり者で 勝負となんか一切やらないはずなんですそれに反して炊く人は何にでも手を出す男で事件のあった時も連中に凝っていたといいます心臓が連受おかしいなと思った途端にふと思い出したのは先立っての心臓の態度でした交際嫌いの変わり者だというのに実によくペラペラとよくしゃべりました その時はつい気がつかないで見過ごしていたのですが、急にそのことが頭にひらめいて。しかし、それだけでは十分じゃない。ええ。ですから、試みに焚く人と呼んでみると、ぎょっとしたようでしたから、すかさず指紋を取るぞと脅かすと、奴は後ろめたいことがあるので、たちまち顔色を変えて、ふらふらと倒れかかりました。あとは、 何の苦もなくスラスラと白状しましたので。大した手柄だ。お褒めに預かって恐縮です。やつの白状したところによるとつまりこうなんです。心臓と茅ヶ崎の別荘で会おうと約束したのも、その通りで。心臓が別荘に行って待ちぼうけを食ってむしゃくしゃして、夕方に別荘を飛び出したのも、やはりその通りなんです。 6時3分の上り列車に乗ったのは、昇進まがいなしの心臓だったんです。それから先が違うので、立腹した心臓は、その足ですぐ蒲田の長辻の家へ行って、居合わした炊人をなじったのです。ところが、二子と三子と言っているうちに心臓の顔色が変わって、そのままそこへ倒れてしまったんです。心臓は、 以前から心臓が弱くていつ狭心症を起こすか知れない状態だったんですむやみに腹を立てて汽車から降りるとすき腹のまま長辻の家へ駆けつけたりしたのが悪かったんでしょうね思いがけなく心臓が死んだので拓人も長辻夫婦も驚きましたがここで3人は相談をして拓人が死んだことにして 宅人が心臓になろうと決めました炊く人と心臓とはもともとよく似ていましたから別荘の方をごまかすのは何でもありません難しいのはアパートの方ですがこれも管理人にちょっと顔を合わすだけですからどうにかやれると考えたのですこれが無口で交際嫌いの心臓の方がおしゃべりの交際の広い炊く人に変わるのですと到底できませんが 逆に交際のほとんどない心臓の方に化けるのですから、比較的優しいわけです。これから先はもう何でもないことで、宅人の洋服を着せた心臓の死体を積んで、長辻は茅ヶ崎の別荘へ行き、宅人は洋服を変えて心臓になりすましてアパートへ帰りました。長辻は別荘が閉じまりがしてあったので、仕方がなく閉じまりを破りましたが、 人の普段のやり方からかえってたく人らしいと見られたわけですなるほどよくわかったな警部はちょっと眉をひそめながら一体何のためにたく人は心臓になる必要があったのかねそんなことをしなくても心臓の財産はそっくりたく人のものになるわけじゃないのかねそこですよ主任えっ、ー、と 相続税というのはどれくらいかかるんですか。心臓の財産はどれくらいあったかね。五六十万でしょう。直系の親族でないものの遺産相続だから、二割くらいかね。なるほど、それが惜しかったのか。まだ理由があります。託人は、俺が心臓の財産を相続すれば、 いくらでも金を出してやると方々に約束していましたのでなるほど警部は笑って人の金だった自分にはいくらでも気前よく約束できたが自分のものになってみると惜しいかはははは。<laughs> 人情のしからしむるところだね人は、 そうやすやすと心臓の遺産が手に入ると思っていなかったので心臓が結婚すればそれっきりですからねですから手軽に奉母を約束したんですが思いがけなく遺産が手に入ってそういう連中に押しかけられてはことですから長辻を買収して心臓になってしまったというわけで長辻は卓人の登園にあたって欲もあるが義理もあって引き受けたんです それからもう一つ拓人が言うんですが今までの自分というものに愛想が尽きたのでこれを機会に心臓になって無口で真面目な人間に更生しようと考えたとこう言うんですとにかくちょっと犯罪史に類のない犯罪だね結局のところ殺人ではなしと警部は考えながら 相続税の脱税と身分詐称かね。それから死体遺棄。死体遺棄と言えるかな。別荘の中へ置いたんだから。許可がなくて死体を運搬した罪がありませんかそんなところだな。それから家宅侵入。どうかな。これも成立するかどうかわからん。でも犯罪は犯罪でしょ 無論犯罪だ。警部は大きな声で言った。最も近代性があって、それから、と考えながら、いささか、ユーモアのある犯罪だね。